次郎は1983年3月生まれの41歳。高齢のため目が見えません。かつて話題を集めた父親のジョーと同じタツアザラシとして愛されています。先月24日次郎と14歳のナノハとの間にメスの赤ちゃんが誕生。41歳で初めてパパになりました。今ですね、ちょうど発情がまた始まりまして、はい、この今のような感じで元気に鳴いております。これは元気な証拠っていう？元気な証拠です。出生時の体重はおよそ12キロでしたが、今では25キロを超えるまで成長しました。毎日1日そうですね、数時間おきにしっかりミルクを飲みまして、よく飲み、よく眠り、すくすくと育っています。海語りでは現在モニター越しに母子で過ごす様子を見ることができます。生まれたということで、生まれあのニュースで出たから、あの早く見に来たかったんだけど、モニター越しだったのでちょっとあまりよく見れなくて残念かなって。でも写真は可愛いからね。外側のホワイトコートと呼ばれる毛が抜け落ちまして、あの他の大人のアザラシと同じようなグレーの斑点模様になります。赤ちゃんの誕生は去年誕生した双葉に続いて2頭目。海語りでは順調に成長し、環境に慣れた段階で一般公開を予定しています。